先日は霧など視界が悪い中猛禽を撮影したけど霧だから撮影できたということもあるかもしれません。晴れた日にも猛禽探しに行ってみます。ハヤブサいるのでしょうか。いましたね。ハヤブサのシルエットです。道の向こうから犬の散歩が近づいてきています。犬の散歩が80メートルぐらいまで近づいて折れ曲がって離れていきます。ハヤブサはなかなか動きがないようなのでノスリのポイントまで移動してみます。これかな。これはハシボソかな。朝は方角によって空の色が違います。そうですね、丸くて大きめの頭、ふっくらした白い胸などノスリの特徴が見られます。これは、そうですね、秋の代表的な野鳥、小鳥の一つ、アトリです。朝日が当たってるということは、そうでした。ハヤブサの方に戻りましょう。ハヤブサはまだいるようですね。さっきとは反対の角度から見ています。ちょうど電柱の向こうで顔が見えにくいです。そろそろ顔を見せてほしいところです。場所も同じだし雰囲気も似てますね。多分先日と同じ個体だと思います。比べてみるとどうでしょうか。はい、これが先日のハヤブサです。こちらが今見ているハヤブサです。似た雰囲気ですが今一つ鮮明さが足りてません。後でもう少し鮮明な写真を見てみます。ハヤブサは羽繕いを始めました。鳥の腰のあたりには尾脂腺といって皮膚から油が出る場所があります。いろんな役割があるかもしれませんが主に羽の撥水に役立つと考えられています。ハヤブサは崖やビルの上から広い範囲を見渡して実際の狩りは広めの空間で行う印象です。この電柱に止まるハヤブサは何メートル先まで見てると思いますか。このあとカラスも近づいてくるのですがちょうど遠くで猛禽が飛ぶ気配があります。何でしょうか。見てみましょう。慣れてくると遠くからいる場所と大きさ飛び方や動き方仕草などで飛びかのすりか分かってくるようになります。トビとノスリの違いを説明した動画があってカラスに囲まれたりしてるシーンもあるのでまたよかったらどうぞ。
のすりはほどほどにして、はやぶさに戻ります。動かないですね。あ、大丈夫そうです。猛禽は動かないことも多いですが、やっぱりかっこいいですね。ノスリやハヤブサ類は、人間の感覚で見ると、目つきが可愛らしい時もあります。先日見たハヤブサと、止まってる場所がほぼ同じです。なんとなく、頭もぺちゃっとして、模様も似てる気がします。できればいろんな角度から、このハヤブサの頭を見ておきたいけど、見せてくれるでしょうか。できれば顔の左側も見せてもらえるといいのですが、サービスのいいハヤブサさんですね。明るくなってきたので、画質を良くするために調整しようと思ったら、遠くで小鳥の群れが騒いでいます。もしかして、あの鳥でしょうか。今直接猛禽に襲われてるわけではないようです。大きな群れでは誰かが飛び立つと、みんなが一斉に飛んで、自動的な避難訓練になってるのだと思います。農耕地は草の種や稲の落ち穂などが豊富で、冬を乗り越える体力をつけるのに良いようです。もちろん体重が増えるわけです。するとどうなるか、後で考えてみます。通行人とハヤブサの反応を見ていると、今日の条件で100メートルぐらいは大丈夫そうです。ただ、通過と止まって観察はプレッシャーが違うので、注意は必要ですね。スズメ来た。こないだもそうでしたが、命知らずなスズメがいるようですね。見てみると、何か持っているようです。枯れ草を持っているようです。繁殖の巣作りには早すぎますが、越冬の巣を作る習慣があるのでしょうか。スズメの行動も注意しておきたいですね。遠くの小鳥の群れもうねうね動いてますが、もっと近くに来るのを待っています。動画では動いた姿が重要なので、広めに撮影することが多いです。その分鮮明さに欠けることもあります。写真で捉えたハヤブサの様子を見てみましょう。飛び立ちを待ちながら動画を回してると、リラックスしていて、朝一番で狩りは済ませた後なのかもしれません。しばらく羽繕いやストレッチをしてましたが、ついにその時が来ます。どちらに飛び立つでしょうか。遠くには行かず、数本隣の電柱に止まりかえたようです。このハヤブサは、ややスリムな印象で、多分オスだと思います。ハシボソガラスと比べると小さめの印象です。メスだと、胴体や足が大きいので、カラスに近い感じになります。放卵したメスに餌を与える必要があるからか、多くの猛禽はオスの方が狩りが上手な印象です。飛んでるハイタカとハヤブサでは、ハイタカが少し小さい程度ですが、ハヤブサの方が確実に強いです。
ブルブルする前にその気配がありますか？そうですね、少し脱力してからじわりと膨らむ感じです。胸が膨らんでふっくらと羽も逆立っているのがわかるでしょうか。ハヤブサは大きさの割にかなり強いです。猛禽の立場的にはオオタカと同格ぐらいの感じです。ハヤブサの場所にカラスの群れが集まってきました。カラスはハヤブサに攻撃するのでしょうか。パッと見た感じではハヤブサを追い出したいカラスが圧力をかけているだけに見えますが、よく見るとどうも複雑な関係があるようなので、詳しく見直すために今回はここで一旦終了となります。終了画面や説明欄に似た動画を出しておきます。もしも好みのものがいろいろあるようでしたらチャンネル登録もお願いします。